はい、こんにちは。今回ですね、令和5年度の予備試験の分析会ということでね、えー、刑事訴訟法と行政法の、ね、科目を担当します、レック専任講師の矢島です。どうぞよろしくお願いします。で、本日ですね、あのレジュメをあの2つ用意してありまして、ちょっと確認していただければと思うんですけども、えー、1つがですね、あのレックの,あのスタッフさんが作ったですね、まあ、回答例が、えー、乗っかっているものになりますね。えー、タイトルとしては、まあ、予備試験って左上のところに書いてあってで、えー、3行ぐらいになってね、3行ぐらいでタイトル書いてありますけど、令和5年予備試験論文 試験,式試験の、ね、分析会で行政を計測法ってなってますね、あと私のちょっと、ね、講師レジュメを用意してまして、まあ、それもう1つのやつがその講師レジュメになりますので、まあ、両方適宜あの使っていきたいと思ってますので、よろししくお願いします。で先にちょっと、ね、講師レジュメを開けていただきたいんですけれども、1ページのところですね、講師レジュメの1ページの ところになりますで、まずこの初めにっていうところなんですけれども、初めにっていうところで、まあ、今回はね、令和5年度に実施された予備試験の論文試験のうちね、まあ、行政法、係争法の話をこれからしていきますが、2行目のところです。ちょっと線引いておきましたが、どのような基本知識をどの程度理解しておけば今回の問題に対応できたのかっていうね、そういった観点からちょっとお話を、ね、していきたいと思ってます。で、なんであのこういうことをやる,やるのかっていうと、今度、あのまあ次年度ね、えー、今度皆さんまあ初めて見るあの問題をね、あのその場で試験時間内にまあうまくこうさ処理をしていかなければいけないんだ けどまあそういうね、えー、そ,のその場で処理をするにはじゃあ日頃からどういう質の勉強をしていけばいいのかってことを、まあ、早いうちからこう分かっておくとね試験の直前にあのそれ気づいてもねもう多分間に合わなくなってしまいますので、まあ、こういうちょっと早いうちにですねどういう対策を、まあ、日頃どういうことを意識して勉強していけばね初めて見る、まあ、問題でもね、えーまあ、なんとか時間内にそこそこのことが書けるのか書けるのということをちょっと分かってもらいたいんですよねでしたら何が大事なのかっていったらこの授業終わった後にちゃんと皆さんが、まあ、その質に応じて勉強をあのするってことがまあ大事になってきますね えまあそういうのをちょっと頑張ってほしいんですよね。えー、ということで、これが初めにっていうところの。 二行目のところ、初、まあ、めにっていうところのブロックになりますね、えーでえーと、2つ目のブロックのところですけれどもね、講師レジュメの1ページの2つ目のブロックのところですけど、まあ、今回の講義についてはね、このレジュメの講師レジュメのほかに、アレックスのスタッフさんが作った、まあ、回答例がね、配布されることになってます、で、えーと、講師レジュメはね、問題文にちょっと下線をね、私のほうで、まあ、大事そうなところ、まあ、結構下線だいぶ引いてあるんですけど、ちょっとこの話がしやすい、私の講義がしやすいようにするためにね、あの下線引いたり、太字にした問題文をこの講師レジュメのにあにつけてます。 そしてその今回の問題を解くのに必要な基本知識ですね。そちらもつけてます。要はあのこの解答例よくま予備校でこうね解答例をいろいろ出してると思うんですけど、その解答例にこう線引いて覚えても多分あの翌年の初めて見るねあの問題には対応できないと思うんですよね。じゃあ日頃からじゃそんな対応するためにはどういう勉強をしたらいいのかっていうと、やっぱりこうと論文試験で問われそうなあのその基本知識そこのところはあの日頃からあの理解をしてでまあ、必要のうちで記憶をするってことあの。 日頃からやっていかなければいけないんですけど、でまあ、今回、例えばこう,こ,のこういった基本知識があればまあ対応できたんですよってことをちょっとお話ししますので、でそれで、えーまあ、もちろんこう今回の、ね、論点ってすごく限られたあの話ですから、まあ、翌年の試験はどこから出るか分かりませんよね、なので、まあ、どこから出てもまあいいように、ね、えーまあ、その日頃のインプットの勉強をちょっと頑張ってもらいたいなっていううに思ってますね、まあ、大体そんな感じになります。じゃあちょょっっと,、ねえー、と講師レジジメままず使っていきましょうか2ページ のところなんですけども、格子レジュメの2ページのところで、これはあの行政法の問題文になりますね。で。 これでも、まあ、一応私が線引いたり太字にちょっと加工しちゃってるんですけど、で、行政法に関してはね、あのまあ例年のちょっとこう予備試験の過去問、まあ司法試験の過去問も予備試験の過去問も結構似てるところがあるんですけど、あの設問の形式があ毎年毎年ね、ちょっと工夫がされて、えー、このなんかいろんな問い方をしてくるんですよ。で、例えばなんですけど、今回のあの令和5年度のね予備試験の設問でいうと、3ページにちょっとね設問 1>, 1と2があるんですけれども、ちょっと、説問の形式を確認しておきましょうか、でここが毎年、ね、こう変わってくるので、なんかこう、なんか回答例を事前にパターン化するのっていうのが難しいのかなっていうふうに思うんですよね、まあ、出題者の方ってやっぱりその回答例をね、なんかパターン化するようなの勉強っていうのは、やっぱりしてもらいたくないと思って、それでまあ毎年、説問形式をこう工夫してね、パターン化できないように、多分してると思うんですよ、これはあの司法試験でも予備試験でもあの同じ感じですね、説問形式がとにかくこう毎年ね、いろいろバリエーションに富んでですね、いろいろ工夫されてるって感じになります。 で例えばなんですけど、三ページの、ね、講師レジュメの3ページの説問1は、これは括弧1と括弧2でこう分かれてまして、括弧1がまあ原告的確の。 問題ですけど、括弧1の1行目のところで C に本件取消訴訟にける現行適格が認められるかとなっているじゃないですか、でまず今、ちょっとこの質問,問1の括弧1のこの今の、ね、1行目のところの形式をちょっとあの今記憶しておいてください、で次、質問1の括弧2をちょっと見てください、でこちらは、ね、本件取消訴訟を継続中にで、ちょっと太字の懐先見ていくと、ね、まあ、本件許可が更新されたと。 A 氏は、えー、訴えの利益は失われたと主張しているでその後あと、えーね、3行目のところなんですけど本件取り消え訴訟の訴えの利益は肯定されると、えー、主張したい。C としては どのような主張をすることが考えられるかってことでね、えー、なってますよねで、そうすると、これ、比べてわかると思うんですけど、設問一の括弧1というのは、これ単にまあ原告定額が認められるかってなっているので、特定の当事者の立場であの論ずることは求められてないんですよ、あの括弧2と比べてね、だからこれは皆さんが自分で問題文見て、まあ、直感的にね、まあ、この事案、原告定額認められるのか、られないのかっていうところをまず自分で決めてもらって、で決めたらそれにもうね、あのその結論を導くためのこう理論構成を、まあ、基本知識をもとにですね、 まあ第三者の原告規画のまあ問題なんで、まあ、事前にこう皆さん結構勉強されてると思うんですよね予備試験の論文試験を受けるような段階になってるとねなのでまあ基本知識をまあ駆使してちゃんとその自分がね直感的に思った結論を導くような立論をしていけばいいんですでそれに対してこちらの説問1のカッコ2の方はもう要はあの C の主張を、ね、要は立論することが求められてますだからこれ仮に皆さんが問題文を見てその訴えの利益が例えばもうこれないんじゃないかって仮に思ったとしたらですよあの仮にですけどね仮に訴えの利益がないんじゃないかと思ったと もそれを書いいいちゃいけないんですよねそれはあの求められてなくてこの C の立場に立ってその訴えの利益があるんだってことを立論することが求められていますで例年、そういう感じで過去問の、ね、説問形式をいろいろ見ていくといいと思うんですけど過去にさかのぼってねでそうするとい、ね、ろ、まあ、んな聞き方してるんですよ中立的に今回の説問1の括弧1みたいに、ね、受験生のまあ意見を聞くような問題もあれば、まあ、特定の当事者の立場で今回はまあこの説問1の括弧には、まあ、そのまさにそのね個人の。 側の立場ですけど、個人の立場からのその、立論を求められてますけど、まあ場合によって、あの、説問によっては、あの、公権力側の方のね、え、立場に立って、え、その、立論をすることが求めるような問題もありますので、そこをまずね、しっかりと見極めるってことになりますね。そこを無視してなんか適当なことを書いても、あの、配点されてるそのなんか点数を取れないことになってしまいますのでね。そして今度はあの、説問2を見てください。えー、講師レジュメの3ページのね、説問2の ところですけれども、こちらはどうでしょうかってことで、A 氏はね、1行目 A 氏は、本件取消訴訟において本県局は新計画に適合していることで、法6条に規定する一般廃棄物処理計画の策定、そして内容の変更については A 氏に裁量が認められており、ね、新計画の内容にはそれを裁量の範囲内であること、そして並びに、ね、D の事業遂行能力がある以上、ね、自由な参入を認めざるを得ないことを主張していると。でこれに対し、ね、法7条、5項、2号とその3項の各要件に関して、で、ほら、ここ、あの説明 本人の,ね、この下から2行目だけど C は本件許可の違法自由としてどのような主張をすることが考えられるか検討しなさいってなってるからこれも皆さんの,あのなんか個人的な意見を求められてるんじゃないんですよね、ねこれもあの C さんの立場に立って、ね、個人の側に立って行政の処分によって、まあ、ちょっと権利が、ね、侵害されてるんだっていうのは思ってる方の個人の立場に立ってです、ね、その立論を求めることが、ね、要求されてますんでここをまず見極めてほしいです、でこれはあの司法試験も予備試験も一緒ですから毎年、ね、ここを工夫してくるんです。 そのどっちの立場あるいは中立の立場なのか、ね、そこのところをまずこう、ね、見てで最大限その、えー、その人の立場に立って、ね、で基本知識を駆使して、えーこうね、立論していくってことが非常に大事になってくるということですね。 でちょっと皆さんに問題ですけども、今回こう、説問1の括弧1は第三者の原告的確、そして、説問1の括弧二は協議の訴えの利益、そして、説問2はまああの、まあ、処分の、ね、違法的法ということなんで、まあ、本案の話をまあ聞かれてるわけなんですけども、この中でなんか一番興味がありそうなあのテーマって、皆さん、どういうところになりますかね、この中で、あ,あえてじゃあ一つ、一番こう、自分、興味ありますよってことでね、まあ、今後の試験に役に立ちそうだみたいな、なんか思うんだったら、どこのところが気になりますかって話で。 例えば、どうか、原告定額とかどうですか、まあ、結構、取材頻度高いんですよね、原告定額のところね。まあ、競技の訴えの利益もまあまあ出るんですけど、原告定額と比べると、取材頻度は低いかなと思います、あとは法案の違法のところは、ねまあ、ほぼほぼ毎年 <laughs> あの出るような感じですね、で比較的受験生があのこう事前に、ね、あの対策しやすいというところはある程度、形式的に勉強してあのこう結構短期間で対応しやすいところというと、まあ、やっぱりこう原告定額のところ、訴訟要件のところ、あと一応、競技の訴えの利益に関してもね、まあ、訴訟要件なんで、ある程度こうまあ短期間 区間でこう形式的なところをしっかり勉強すると、まあ、対応しやすいところがあると思います。で、法案のところはね。やっぱりこう。毎年手を変え、品を変え、問題文にあのあの非常にこう工夫がね。殺されて。 いるのでここに対応しようと思うと、ね、あの結構あの、まあ、いろんな問題にこうやっぱ当たってつか、まか、あ、学問中心でいいと思うんですけどねで予備試験の受験生も多分あの司法試験の学問をやったほうがいい,いいと思いますなんでかっていうとあの予備試験の場合は、まあ、出題の指示出してくれるんだけどちょっとこう、ね、あの説明が薄いんですよね、なんでそれ読んでも結局、試験コー員がどういう答案を求めているのか分かりづらいところがあるんですけど司法試験の場合は取材の指のほかに採点実感っていうのをこう毎年公表してくれていてですね。でまあ 意図案とか悪意図案のの、まあ、例みたいのも書い書ててくれてるんですよねで基本的にその試験サイン、交際員は予備試験とあの司法試験の交際員って結構兼任してる人がまあ多いのでだから予備試験で求められてることっていうのは、まあ、司法試験で求められてることと結構共通するところがあります、まあ、ただ反面、ね、それの反面ですけど、まあ、司法試験で求められてるっていうことは、まあ、その予備試験で求められているってことにもなるんですよねだからそういう点で、まあ、司法試験の特に取材の人の採点時間なんかを見ていくと、ねまあ、こういうことに関してはどういう検討すればいいのかってことが書かれてる ででそういったそ,のそこでなんか得られた知識というかその視点というのは、まあ、予備試験の回答を作るところにもちょっと大雑把な話で皆さん、今考えてもらいたいんですけれども例えばその法案のところって毎年出てるんですが法案に関して処分の適用ことをさ検討しようとしたするときにさどういう視点が大事だと思いますか っていうと、まあ、まず行政法の世界っていうのは法律、法律による行政の原理なんですよね。行政機関っていうのはやっぱりこうね、人権制約主体の、まあ、歴史的にですけどね。やっぱりこう、個人の人権をこう制約するね、制約主体としては、まあ、かなりこうね。あの、歴史的に見ていくとね、あの、大きな存在なわけなんで、で、そこを、その国民の代表者である立法機関のね。まあ、立法によって、その行政権力の行使に規制をかけてね。で、それで個人の、まあ、権利を守ろうとしているわけなんですよね。で、そういった時にね、あるいは、その法律による行政の原理。というところっていうのは行政法の世界。 すごくまあ大事なんですけどそれがちゃんと今回できてるのかどうかっていうところね、まあ、処分のまあ要は適法違法っていうのは何,何が要は聞かれてるのかっていうときちんとその法律による行政ができているのかどうかっていうところが聞かれてるんですよでその法律による行政の法律っていうのはこの行政法の科目の試験との関係で言うと何ですか一言で言うとっていうとどうですかっていうとこれがね要は処分の根拠法令なんですよね処分の根拠法令で必ずあの くっついてるから問題文の中に、ね、資料がくっついてて、その処分の根拠法令っていうのがありますから、ちゃんとその適法違が問われてるねその処分がちゃんと根拠法令通りにされてるのかどうかっていうところをあの見ていくことになりますね、じゃあ今度問題です、その、ね、あるじゃあ問題文の中に処分がある,あるじゃないですかで、それがちゃんと根拠法令通りにされているかどうかってことを判断するときに、どういう思考方法をしますかね、皆さん、っていうとね、どうですか。 ま法律による行政がちゃんとできてるかどうかって話になってくるわけですよね。でその時にね、まあ、裁量行為なのか裁量がない規則行為なのかっていうところであの分けていくことになると思います。で。 規則行為の場合だったら、はい、どうやって判断するんでしょうか、皆さん。っていうと、まあ、あんまり過去に取材がないんですけどね、あの、規則行為っていうのはね。まあ、どっちかと裁量行為の方が圧倒的に、あの、もう、あの、取材頻度が非常に高いんですけれども、仮に規則行為の場合っていうのは基本的に裁量がないから、ちゃんと法律の規定通りにちゃんと処分してるかどうかっていう、いうところは、あの、見ていけばいいんですよ。だから多分そんなに難しい問題じゃないんですよね。だからあんまり出ないですね。やっぱり <laughs> 論文試験ではね。で、そうすると、よくあの、やっぱ今回の問題もそうなんですけど、裁量行為なんですよ。 そうなってくると結局、よくさ、裁量の逸脱乱用があるとさその処分、違法になるって言うじゃないですか。で それすごく大事な視点なんですけどそれと法律による行政の原理との関係、ね、そこのところをちゃんと踏まえた論述をするってことがやっぱり行政法の科目では大事になるんですけどそこの関係なんか自分なりにこうなんか説明できます法律による行政の原理というのがとにかくあの行政法の世界では大事なんですよねと同時にまあちょっと話を、ね、少しぶつ切りにすると、まあ、裁量行為に関してはとにかくあの裁量の逸脱内容があるとこう違法になるわけなんですけどでそれどっちも大,大事な話なんですよ。 ただこれを物議のままだとやっぱりこう筋を通した答案というのはできませんから、まあ、そこを筋,筋を通して、ねえー、書こうとしたらどうなりますかというと、ね、結局法律による行政の原理の法律による行政というのはちゃんとその処分が、ね、あの根拠法令の趣旨、目的通りにされているのかどうかということをもう見,れ見ろという話なんですよねでその根拠法令の趣旨、目的通りに、ねまあ、根拠法令の、えー、まあもちろん、ね、その文言もまあ大事ですけど文言やその 趣旨目的通りの処分をしてるかどうかってことはあの見るときに行政裁量が認められてる行為に関してはちゃんとその法が与えたその裁量の枠の中でねちゃんと処分がされてるかどうかってことをあの見ていく必要が出てくるんですよねでそうすると何が大事になってくるかっていうとこっから先はもう行政法の相当得意な人じゃないとちょっと難しいかもしんないんだけども、えー、ある処分がちゃんとそのね法が行政庁に与えたその裁量の枠の中でちゃんとされてるかどうかってことをあの審査するときはねまずピンポイントでやっぱ問題文にくっつ ついてる資料のね、処分の根拠法令の条文を見つけますね。で、処分の根拠法令の条文っていうのは、要は、えー、どういったことがあの規定されているのかっていうと、これはね、あのすての事案におそらく共通すると思うんですけど、えー、対立利益の適切な考慮をね、えー、する。 ためにですね要は処分庁に対して対立利益の適切な考慮をさせるためにその処分要件というのを課して個人の自由をまあ制約するということになるんですよね。まあ、今回だったらそのなんか廃棄物のなんか処理をまあするにあたってまあ許可制が取られているわけなんですけども、まあ、本来その、ね、廃棄物のまあ事業をするというのはさ、まあ、営業活動のまあ自由職業選択の自由とか営業活動の自由に関わるものだから本来個人が自由にできるはずだとただ一方でそれを自由にあの許すことによってねいろいろこう、まあね、あの衛生状態悪くなったりとか いろいろその対立利益が害されることになりますから、まあ、そういう点でその対立利益と適切な調整をするためにあの処分要件というのが課せられているわけなんですよね。だからそういう点でそこそういった視点から、じゃ今回のその根拠法令はまず条文がこれで、でどういう利益をそれ調整しようとしているのかってところを見抜くんですよ。でその時に特に大事なのは初学者の方はね、あのこの一つの利益にしかこう追及ね、あの 着目できずに、ね、対立利益を適切に調整するというその観点がないので、ちょっとあの本人書いた答案作った本人はなんかうまく書いたつもりになるかもしれないんだけどちゃんとこう行政法が分かっている人からするとちょっと物足りない答案になってしまうんですよだから今回もあの復習するときに、ね、あのその対立利益をこうちゃんと見抜いてでそれを適切に考慮するという観点からこういう処分要件ができているんだなというところをま見てほしいと思うんですよね。で例えばですけど ちょっとね見ていきましょうか、説問人にもこれ、ヒントがあるんですよね。3ページの 設問2のところですけども。あとそうだ。あの、ちょっと予告しておきますね。あのこれ1時間でね。あの行政法と係争法をやんないといけないんだけど、あのこれをちょっとあなんかな？均等に全ての論点をあのお話ししようとするとかなり雑になっちゃってで、そんな話でも多分将来のあの皆さんの試験の役には立ちませんので、特にこうなんかこう。今後の試験にね。役に立ちそうなところを、ちょっと中心にあのお話をししていきたいと思ってます。で、どっちかというと行政法の話が長くなると思いますね。刑事訴訟法はね。多分そんなに難しくないと思います。まあ、例年、あのここ最近の過去も問、まあ。 2 3年から、ね、予備試験始まってますけど、過去を見ていくと、ね、あの刑事訴訟法ってそんなに難しい問題が出てないんですよね、<laughs> 予備試験の,あの論文試験でね。ただ、その代わり行政法っていうのは、ね、やっぱ結構あの、まあ、深い問題があの出ますのでね、だからそういう点でまあ行政法の話を長めにお話を今日はしたいと思っております。さて、レジジメのののページの、ね、あの問2のところ 見て欲しいんですけど A 氏は本件取り消しによって本件許可は新計画に適合していること、で法6条。あでちなみに、ね、問題文、この説問とかあと問題文の本体のところに条文番号があの書いてあるときが結構多いんですよ、行政法って。したら、少なくても、ね、あのその条文はその後のこの資料で、ねあのまあ、条文くっついてますのでそこちょっとチェックして、そのチェックした条文はなるべく答案の中にこう入れる答案構成をしたほうがいいと思います。 皆さんに問題ですあの資料にさこう条文いろいろ、ねあ,のまあ、あるじゃないですかこれをあの全部答案に書くことってできますかね試験時間内にっていうと、まあ、多分それ時間足んなくなるから無理だと思うんですよでそうなってくると特にやっぱりこうそのと等がいい問題で、ね、大事そうなところをやっぱ時間の関係でさピックアップしていかないといけないと思うんですけどでその時の,そのピックアップする時の、まあ、視点が、ね、まずこの説問とかあとその問題文の本体ですね今回だったらこの私の講師ジュメののジページの ところから問題文始まってますけどでそこで具体的な条文番号、ね、何条何項とかさ何条何項何項とかっていうのがあったらそれは資料の方にチェックして、まあ、それをなるべくこう使うような答案構成をするといいと思いますで必ず拝点がされていると思うんですよね。 まあ理想は、ね、もちろんあの添付資料のほうにくっついている条文をさ、まあ、全部こう、ね、上から下まで読んで,、えー、でなるべくそれを全部こう使ってやろうというのがあのいいとは思うんだけどそれは多分、不可能ですあの時間が足んないからねか紙もあの限られてますのでねだから限られた時間の中で、まあ、とにかくあの試験というのは満点取らなくても。 大丈夫ですから行政法だったら、まあ、あの予備試験の論文試験って50点満点なんですけどもその半分ぐらい取ってくれればいいんですよね、満点取る必要ない、でそうなってくるとでもね、じゃあ半分でいい,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 いんじゃなくかというと、ね、そうでもないんだよねその半分取るのがすごい大変なんですよ、論文試験というのはねでそういう中でその短い中でじゃあ半分取ろうと思ったら、ね、問題文のやっぱり今言ったようにその本事実関係のところと説問のところにある条文ねそこをチェックしてそこを中心に組み立ててあげるといいと思うんです。でそこでちょっと説問にちょっと見てもらえまますかね、ま、たね、た講師レジュメの 一番下の方なんですけど設問にってことで A 氏は本件取り消し訴訟によって本件許可は新計画に適合していることってことでねでほら、法六条でしょ、だからこれチェックしますよね、法六条に規定する一般廃棄物処理計画の策定及び内容の変更について A 氏に裁量が認められており、でほらこれ今回やっぱ裁量聞かれてますよね、だからこの根拠法令見てねどういった利益をこう調整するためにこういったあの廃棄物の処理を、ね、許可制にしてんるのか。 ってところを見てきますどういった利益をどう調整することを要求しているのかってことでね、で説問2の3行目ですけど、新計画の内容はその裁量の範囲内であることってことで、だからこれ、自分で分析しないとさあの、ここの意味が分かんないはずなんだよね、どういう利益をどう調整することを法がね、行政庁に要求しているのか。 ってことをそういうあの目で見ていかないとねここ法的に分析できないんですよね、でここはもうあの司法試験でもあの予備試験でも毎年こう聞かれるのところなんですね、裁量行為に関してその処分の適法要を聞かれたときは、ね、だからとにかくその裁量の範囲内だっていう、ね、これ今問行目の,ところに説問の3行目のところにありますけど、ここは何をあの要は分析しなければいけないのかっていうと処分の根拠法令がね処分庁に対してどういう利益をこう調整するってことをその許可の。 拒否を決めるところでこう求めているのかってところねそういうところを分析するってことが大事です。でそのときに、ね、あのこの説問2の3行目、ちょっと続きですけど、並びにってことで,で、A に事業遂行能力がある以上、自由な参入を認めざるを得ないこと。 を主張してるってなってるんですけど、今回ですねここがあの三行目ちょっとヒントになると思いますね対立利益を読み取るのにね今回はまあそのしね廃棄物のまあ処理大雑把に言うとちょっと廃棄物の処理に関してさ競業し競業業者の方がさ既存のまあ結局営業の利益を守るために他の人にこうねその、えー、許可がされたところをまあなんとか取り消してやりたいっていう話であの言ってるわけなんですよでそうするとまず対立利益って問題文からすぐ読み取れるのは既存利益既存の業者の営業の利益ねまあ、まずそこを着目しなければいけない。 っていうのは問題文見たのすぐ分かるんですけどじゃあその対立利益は何なんですかっていうところ、ね、そこが発見できるかでも答案の出来がもう本当に変わっちゃうんですよでそこがこの今の説問2の3行目ですよこの D ってこれ新規の,あの業者なんだけど D の事業遂行能力にある以上自由な参入を認めざるを得ないでこれが対立利益です。 だから既存の,その業者の営業の利益と一方で既存ではない業者、ね、新たにま参入したいと思っている業者がさんがいるわけなんですけどそういった人もほらちゃんと、ね、職業の自由営業の自由って形でちゃんとその、ね、事業を遂行する利益っていうのがあるわけなんでそこをこう適切に調整する裁量を、ね、根拠法令が処分庁に与えてるっていうそういう理解をしていかないといけないんですよね。ねどうううですあのこういうなんか対立利益を適切に調整するっていう視点を持ってない人って多分そういう読み方できないと思うんですよ。やっぱりこう問題文全体見 ときに今回はまあ既存の,、ね、あの結構業者さんの営業の利益っていうところはそこはすぐ気づくと思うんだけどそこばっかりこう目がいってしまって対立利益をこう発見できない,っていう可能性が出てきちゃうのねでちなみに今ちょっと雑談にはなっちゃうんだけどあの予備試験でも司法試験でも共通しているところがあって、ね、基本的にどの科目でもやっぱその対立利益の,あの発見抽出問題文の中に、ね、必ずあの対立する利益がこう入ってますからその対立利益を発見抽出してでそれを適切にこう考慮する、ねえー、ことができるかどうかというのは基本的に聞かれてますね 憲法なんかはもうまさにその通りですからねあのよく人権がね、まあ、制約されてるところにこう目。 ばかり目がいってしまってね。そもそもその人権制約って何のためにどういった利益守ろうと思ってあのやってるのかってところも、ついこうなんか失念してしまって、問題文でそういうところがあ,のあえてぼやかしてあの書いてる時もあの少なくないからね。でそういう時にその対立利益を適切に調整する能力があるかどうか問われてるっていうことをこう忘れてしまってね。ついついこうい、今回制約されてる人権はすごく大事な人権だから、だから厳格な審査基準で厳格に審査しましょうみたいな感じでね。ちょっとこ一方的な視点でつい答案書きがちなんだけど、これはやっぱ採点する人からしたら、あやっっぱちょっとこの問題の 本質は分かってないなっていうふうにあのなってしまうんですよね。だ特にまああの基本的にすべての科目がね、対立利益のまあ発見抽出とその適切な考量ができるかどうかっていうのを。でその考量するときは各あの科目のね、基本知識を踏まえて、まあやることが求められますけどね。当然その科目ごとに試験をしてますので、あのそういうことをやっていかないといけないんですけど、常にこうそういう意識をね。持っていくと、あのいいんじゃないかと思います。で今回これで対立利益が分かったでしょう。既存の営業のね、あのぎ既存の業者のまあ営業の利益と、あと一応この新規参入の利益のところね。そこのところを適切に調整できるかどうか。 っていう話です。で私のえっ、ー、とレジュメで言いますとね、えっ、ー、とこの今のねレジュメで言うと、ちょっと先に本丸の話しちゃいましょうか。えっ、ー、と19ページにえっ、ー、と解答例の補足説明をしてあります。えっ、ー、と私の講師レジュメのえ、ね、19ページ。あ、レックの回答例もね、時間があったらちょっとあのちょっと見たいと思ってるんだけど、あまり時間がないと思うので。 ちょっと、ね、この短い限られた時間で皆さんにこう、ね、あの役に立つことをしゃべりたいと思うので,でそこで、えー、とこちら私の講師レジュメの、ねえー、と19ページって言っちゃったかなすいません18ページです。 舘さん、えー、行政法の回答例のうちね、えー、もう一つの冊子、今、ちょっと今日使ってないですけどレックの,あのスタッフさんが作ったあの回答例ですね、まあ、予備試験の合格者が作ってますけどもね、えーとまあ、行政法の回答例のうち特に気になるところの補足説明ということでねちょっとやらせてもらいましたで今の、説問2の話をしましたのでちょっと説問2に、えーえー、対応するところをちょっと見るとですね20ページのところなんですけども、えー、とここに今私が大体しゃべってることは書いてあります。20ページのところで、かっこ 説問2ってありますよ、ね、で、まあ、1行目ですけど、レックの解答例の第3、1で、市長の裁量が認められるとしているところは、問題文の設問に、ほら、さっき今一緒に見たところです、D に事業遂行能力がある上、自由な参入を認めざるを得ないことを主張しているとの記載をヒントにして、えー、処分の根拠法令は、市長に対してね、衛生状態が悪化し、住民の健康と生活環境に被害が生ずることを防止するために、えー、一貫廃棄物、あ、で、ちょっとあの、文字のね、五色ガンすいませんけど、えー、そのね、一般廃棄物のね、収集、運搬、 事業ですね収集運搬事業の既存業者の需給調整需給状況の調整をする際に、ね、でこ,こです新規参入業者の参入の利益を必要以上に害さないように配慮して、ねえー、それで一,一般廃棄物処理計画の策定を、ね、変更する裁量を認めているみたいな感じでこうやってちょっと対立利益を入れてくれるといいと思うんですよレックの回答例、ちょっと、ね、対立利益の意識ができてないんでやっぱり制約されている人権ばっかりこう目がいっちゃってるんで、ね、あ,のあんまり良くないんですよね。こうバランスが よくなくて対立影響。なんか適切に考慮する能力が問われてるっていうことが、もしかしたら分かってない可能性があのね。あのああの採点するからこ方からしたらちょっとあれこれ行政法のなんか問われてること理解できてないんじゃないかみたいになっちゃうと思いますので、まあ、ここのところちょっと気をつけてくれれば、まあ大体レックの回答例でもいいかもしれませんね。まあ、そんな感じのところになります。というわけで、あの法案のところってね。とにかく、もう毎年いろんなあのあの個別の法令出されるので、まあ、本当にパターン化できないんですよ。だから大事なのは今の視点です。 やっぱりその対立利益をうまく、ね、こう発見してねでそれをこう適切に考慮するという視点で,でその裁量の、まあ、裁量行為だったら処分が裁量行為だったらその逸脱内容があるかどうかということでね処分の根拠法令がどういう利益をさ調整するその許可の際にね処分庁に対してどういう利益をこう調整することを求めているのかというところをそこを明らかにしてねでそれでそのちゃんと法が求めている通りに処分をしているのかいないのかでねで仮に法が求めているような処分をしていないんだとしたらそれはあの裁量の逸脱内容でその処分は違法だということに、まあ なりますし逆にその法がね、まあ、裁量権の行使に関してだから対立利益の調整を処分庁に求めてるわけなんだけどそういった法が求めるような形でちゃんと行政庁の方がし調整してでそれを処分してるんだっていうう皆さんが判断できるんだったら結論としてはどうなるんですかというとそれはその当該処分は根拠法令が処分庁に与えたその裁量の枠の中で、まあ、されているんだという評価がされましてで結論どうなりますかといっ,ったら、まあ、処分は違法あじゃあ適法ということにもなりますよねそんんなな感じの思考方法なんですよ大雑把に言うとね。 とにかくまあ法律による行政と、ね、裁量の逸脱内容がまあ違法になるんだ、まあ、逆に言うと裁量の範囲内で処分がされていれば適用になるんだという話とそこを結びつけてですね、えー、まず、立論をしなければいけない、そしてもう一つ、の立論する際に対立利益を適切に調整する、考慮するという観点から立論していくというところがそれが、ね、多分、過去問全てにこう共通するところなんだと思うんですよね、それをこう事案を変えてくるものですからパターン化できないので、ちゃんとあの事案に即して対立利益を、ね、発見するということが非常に大事になってくると思います。というわけでまあ本案の もうちょっと話はね。この短い時間の中でちゃんとお話するの難しいので、これぐらいにしときます。で、この短い時間の中で皆さんのこう。今後のね。試験対策にあの直結するところって言うとね。まあ、多分この説問1の方なんですよね。で、特にちょっとまた問題文。私の講師レジュメのね。えっ、ー、と2ページのところで、ちょっと問題文。また戻りますね。 で特に3ページのところで、あの説問1の,、ね、括弧1の原告企画と括弧2の競技の訴えの利益がありますけれども、まあ、これ、ちょっとどっちか、1つちょっと時間使ってね今後の試験に役に立つようにちょっとお話をしましょう、皆さん、いかがでしょうか、どっちがいいですか、原告企画の話をちゃんと聞きたいですか、競技の訴えの利益の話をちゃんと聞きたいですか、どっちですかというとうなずいてくれればいい。原告のの訴えの利益 出題頻度は圧倒的に原告定格ですね、過去問からすると司法試験とかあの予備試験通じてね、虚偽の代理歴はまあたまに出るぐらいの感じなんですけど、どうですかね、原告定額のほうがいいですか。うん、なるほど 結構強くうなずいてる人が何人かいるね原告定格の方はねじゃあ原告定額にしましょうでねちょっとまずレジュメ抜きでちょっと簡単にお話しするとね原告定額に関しては特にやっぱりねその第三者の処分のなあて人ではないねその第三者の原告定格が問われることがまあ比較的多いんですよでそういったときにあのやっぱりこう、ね、何が大事なのかっていうと行政事件訴訟法のね特にあの第三者の原告定格の詳細な判断枠組みっていうのは行政法の92項にあの規定が されているんですけれども、で、じゃあ、それをそのまま、えー、直でね、その条文の文言を当てはめて、で、いい答案ができるかっていうと、あの、そういうわけではなくてですね、えー、そこは司法試験の過問なんかもこう見ていくとよくわかるんですけれども、えー、やっぱりね、その判例九条二項がもう当然あること前提に、さらにその判例の思考方法ですね、それを取り入れて、取り入れて、で、ちゃんと規範を定立して。 で当ててするっていう法的三段論法をちゃんとできるかどうかそこのところで随分点数がつくんじゃないかとうう思ってますでそういったときにね結構まあのまあいろいろ予備校の方でもいろんな回答例がだあの、まあ、出されてますけどなかなかねちゃんと三段論法ができてるものがないんですよねなので、まあ、もしまあ皆さんいろんな回答例見る機会があったら読んでもらったら、まあ、いいんじゃないかと思うんだけど理科、まあのやつもあっで読んでもらったらいいと思うんだけど何書いてあるか結構わかんないことが多いんですよねで当然皆さんが読んで何書いてあるかがわかんないっていうんであればそれはあの採点あの試験講ー員がまが採点するけど その採点する人がね。多分読んでもね。よくわかんないん <laughs> だって。話になってくると思うんですよね。だから、まあ少なくてもここはね。あのまあ、第三者の原告企画っていうのは結構取材頻度があの高いところですから、ちゃんとあの法的三段論法があのできてるね。そういうあのまあ、読みやすい答案、どういう思考過程でこういう結論を出してるのか、ってことが、ちゃんとこ採点者に伝わるようなまあ、そういう法案を書くってことがあの非常に大事になってくると思いますね。で、皆さんにちょっともあの質問です。あの、第三者の原告企画のさまあ、9条2項はちゃんと理解できてることを前提に判例ってどういう？ 視点でさその原告的確が認められる範囲をさ規範立ててるかって理解できてますかねあ,あれ,あれうーんってうなずいてる人いるあ逆に首振ってる人いるねじゃあここちょっと話した方がいいかな今日はね分かりましたでは、えっと、私のレジュメのちょっとまず基本知識のところを確認しておきましょうか、えっと、ページで言いますと、ね、原告的確に関することは、えっと、6ページの ところからになりますここに対したら今回の問題、ちゃんと自分で立論できると思いますよ、ちょっとあのやっぱ予備校の回答例でどうしてもね、<laughs> あ,のあんまりちょっと言い過ぎてもあれですけど、ちょっと分かりづらいところがありますのでね、ね、まあ、そこでちょっと基本知識から自分でちゃんとした規範を立てられるようにしていただければと思うんですけども、もそこで、えー、と6ページのところで縦に括弧こ1の矢印のところですけれども、えー、原告的確はねこれ訴訟要件の一つですと、でこれを各訴えは不適応なものとして却下されると、でまずね、えー、9条2項にいきなり飛びつくんじゃなくて、9条2項と大本がまず9条2項 9条1項でですので矢印の2行目、ですね、えー、行訴法9条1項は取り消しを求めるにつき法律上の利益を有するものに、ね、取り消し訴訟の現行不適格があるんだということを言ってますね、でそしてここで言う、ね、その法律上の利益っていうのはどういう意味なのかっていうとこの下のカッコ2の「あ」の矢印のところなんですけども、えー、処分等の取り消しを求める法律上の利益っていうのは法律上保護されたまあ利益。 つまり処分の根拠法令が保護している利益ということになりますね、なので、まあ、行政法の試験って必ず司法試験でもあの予備試験でも必ず根拠法令があの資料でくっついてますから、ちゃんとその根拠法令を、ね、あのまず見て、それが一体どういう利益をこう保護する趣旨を含んでいるんだということをあの分析することが大事になってきますそしてちょっと次のページになります。 えー、7ページあいいか8ページにちょっと行っちゃおうかな。えー、と8ページに今日は飛びます。で、括、え、弧、ー、さん第三者の原告規格っていうところがありますよね。えー、8ページになります。私の報酬レジュメですね。で、括弧さん矢印のところで、えー、処分のナーティ以外の第三者の原告規格ね、えー、まあ、9条1項の法律上の利益の有無を判断する。 場合は行政法92項の判断枠組みに従ってまあ、判断するということになります。で、その9条2項と1項1項とまあ2項をね。ちょっとこうまとめてちょっとこう。短くまとめたものがあのこの2個目のブロックになりますね。8ページの2個目のブロックです。で、これはあの丸暗記しなくてもいいんだけど、頭の中にやっぱこう。 なんか自分なりにこうなんか理解して染み付かせておかないとです、ね、やっぱりこう問題文を見たときにです、ね、あのきちんとした計案を立てるあのことができないんだと思うんですよね。で特に9条2項っは、まあ、論文試験の当日っていうのはもちろん6歩引けるんで、ねまあ、9条2項を見ることができるんですけどじゃあ事前にこれ理解して覚えなくていいのかというと、ね、どううでしょうか皆さんに問題です9条2項は本番の試験のときに6歩引けば書いてあるから、まあ、事前に別に理解して覚えなくてもいいとその場でぶっつけ本番で6歩引いてあの、まあ、やりゃいいじゃないかというのはどうですかそういう考え方はっていうと、ねまあ、確かにそういう考え方もあるとは思うんですけど ただね、試験ってやっぱり時間が限られているのでやっぱ事前に頭にね、9条2項の,あの枠組みの構造ぐらい頭の中に入ってないと多分こう問題文を分析しきれないと思います、試験時間内にね。ね9条2項の枠組みが頭の中にちゃんとあの理解してあの頭の中に入れている人っていうのはもうすでに、ね、もうあの問題文を読みながらもう規範立てるときにこう抽出しないといけないような要素っていうのがもうあの思い浮かぶんですよね、でそういう感じであのこう、ね、問題文を見られると多分あの試験時間内にね、そこそこの,あの答案が書ける可能性があの出てきます。 的な答案書く必要がありません。あの、さっきの通り満点取る必要がないからね。論文試験で合格するのにね。でも、おそらく9条2項の枠組みが頭の中に入ってないと、そのまあ半分取れれば満点基準にしたときに半分ぐらい取れれば合格できる可能性あるんですけど、その半分取るのも難しい可能性が出ちゃうんだよね。時間が足んないんだ。足んなくなってしまう可能性があると思います。で、そこでちょっと9条のね。1項2項の大雑把な話を確認していきますと。と8ページの。 ところののつ目のブロックなんですが、えー、とタイトルとしては、ね、行政9条1項と2項の原告撤去の判断枠組みの概要ですと、A、これ1項です、えー、当該処分の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有するものに、ね、取り消し訴訟の原告うかがあるんですよと、B、ここがちゃんと頭の中に入っていないため、ね、処分のてに以外のものにその上の、ねえー、法律上の利益があるかは、やはり、い、丸1、処分の根拠法令の文言だけでなく、趣旨、目的、ね、どういったその根拠法令がどういった利益を保護するためにね、 こういった処分要件を課してんるのかってことで、まあ、法案の時のちょっと視点と似てるんですけれどもね、ね、えー、どういった利益を守るために、今回だったらその、ね、許可の取り消し訴訟なんだけど、どういった利益をこう、えー、守るために、そういった許可制が取られてるのかっていうところを処分の根拠法令を見てあの分析する必要が出てきます、でもちろん対立利益を、ね、ちゃんと意識して、そこのところを分析する必要が出てきますね。ということで、ま、え、る、ー、1、ね、処分の根拠法令の文言だけでなく、趣旨、目的、そして丸2、えー 処分において考慮されるべき利益の内容性質ね、まあ、こういったものを考慮して判断することになりますね。で、この下も大事なんだけど、とりあえず今のね、この括弧 B の一段落目のところについてちょっとあのお話をしますと、実際判例を見てるとね、えー、まあ条2項のまあ行政事件訴訟法がね、この施行された後にね、9条2項をどういうふうに使っているのかというと、結構ねポイントはあの丸一のところはわりかし結構簡単に審査をして、でその法律を そのね、結局原告さんが主張しているような非侵害利益は、ねまあ、法律上保護されているんだというような法がそれを保護する趣旨、目的をんでいるんだみたいな感じでわりかしこうあっさり審査をした上でただ、その後のの、ね、2個目の考慮層ここのところを結構しっかり検討しているという、まあ、ものが多いですねで、まあ、そうじゃない場合もあるんですけど少なくともまあ受験生はあの今みたいに、ね、丸1と丸2のところをこう順番にまあ検討してで特に原告定額を特に肯定したいというときは丸2がすごく大事になってきます。まあ原告 んがなんか非侵害利益を主張してるでしょ、今回、処分によってこういう利益が侵害されてるから私は取り消え訴訟を起こしてるんですってことでねこういった非侵害利益を、えー、法が、ね、保護するし含んでるからだから私は原告定価があるんですみたいなこと言ってると思うから、まあ、そこでまず原告さんがこう主張していると思われるようなね非侵害利益をその処分の根拠法令の文言だけじゃなく趣旨目的分析して、まずそれを、まあ、少なくともねそれが最終的に原告定価を、えー、肯定するってことを結論付け られるものであるかどうかはそれは後で丸二のところも含めて検討すればいいいいことなんで丸一の段階ではとにかくねその原告さんが主張しているようなあの非侵害利益それをまあ一応法が保護する主張を含んでいるのかどうかってことをちょっと簡単にまあ見ていくといいと思うんですよねでそれが含まれていると原告さんが主張しているような非侵害利益がねまあ一応処分の根拠法でそれを保護する主張を含んでいるんだっていうのを言えるんだとしてもまあ実際には九条二項の枠組みっていうのは今見た通り丸一だけでは原告定額が肯定される仕組みにはなってませんのでこのあ丸二の審査をしないと でそういったときに、まあ、結構最高裁の判例なんかは原告定額を肯定する時は、ね、丸2のところを結構厚く論じていることが多いですね、まあ、とりあえず、丸1のさ審査が終わった段階で原告さんが主張しているような非侵害利益はさ、まあ、処分の根拠法令が、まあ、一応、まあ、保護する種種含んでいるということになるじゃないですかじゃあその保護する種種含んでいるというだけでそれだけでじゃあそ,のその人全員に、ね、原告定額を認めちゃうとさすがにちょっと広すぎちゃうんですよね。真にその裁判所の救済が必要だ っていう風にされてる以外の人の一人にも原告契約を認めることになっちゃうと結局裁判所裁判所がパンクしてしまいますからでその結果ね裁判所がパンクするとまあ、真にそうな、ね、救済必要な人の救済ができなくなるのでそれはそれで良くないって話になってくるんでまあ、適切にその原告契約のこの範囲をねまあ、絞り込むってことをあのする必要が出てくるんですけどそれを丸に丸にでやっていく感じになりますでその時はねやっぱ勝ち判断が大事になりますね数学の公式みたいにはこういかないので法律の世界っていうのはねやっぱりこう裁判官で何を重視しているのかっていうとその結論の当該事案の結論 その,の妥当性なんですよね。で、その時にまあ問題文を見た時にまあ、本案で勝てるかどうかは別としてね。まあ、せめてこう取り訴訟の入り口ぐらい、そのまあ原告定額っていう訴訟要件を認めて、せめて取り訴訟の入り口ぐらい開いてあげてもいいかどうか、上げてもいいんじゃないかと思うか。どうかで,でまずそこを自分であの直感的にでもいいから考えるといいといいと思うんですよね。で、それで、じゃあ原告定額を認めてま法、あ、案で勝てるかどうかは別なんだ。別なんだからさ。そんなにあのあまり難しく考えなくていいと思うんだけど。まあとりあえずねえー。本案で勝てるかどうかは別として取り訴訟の入り口ぐらい開いてあげてもいいんじゃない？かと 思ったときに、ね、丸2のところどうするかというと原告さんが主張しているような非侵害利益がで9条2項の特に丸2の点は、ね、この今の括弧 B の2最後の段落を見てください、丸2処分において考慮されるべき利益の内容性質を考慮する際は処分がその根拠法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容性質並びにこれが害される対応程度。これを 勘案ししなななななけけけれればいいいいいってなってててここは必ずこの審査をしないといけないんですよだから、そういう点で、まあ、処分の根拠法令を具体的に特定してじゃこれ仮に違反して今回のこの処分、こういった類型の処分がされたとしたらどういう利益がどの程度害されるんだろうかって話ね一番極端なの分かりやすい例で、まあ、言えばさ例えば建築制限で例えば住宅密集地でこうあんまり高い建物を建てちゃいけませんみたいなねそういうような,あのなんか建築絡みの,あの規制がされているときにです、ね、じゃその根拠法令でどういう利益をこう、まあ、守ろうとしているのかというとですね おそらくこう住宅密集地にこう高い建物が建っているとさ例えば火災,火災なんかが起こった時にさ、まあ、炎上倒壊するとでそうなってくると住宅密集地でこう周りの人にかなり多くの人に、ね、この被害が及ぶと思うんですよね、でその時の被害の,その性質でどういう被害なのかというと、まあ、おそらく、建物がそのまま、ね、あの上からおあの火のついた建物が覆い,いかぶさってくるということになると下の建物に、ね、でそうなると当然、まあ、そこで暮らしている人の生命や、ね、その身体の利益が害されるでしょうし、まあ、もちろんその財産権も害されることになると思いますので。で そうなってくるとすごく陽性が高そうですよね。なので、まあ、例えば周辺住民の方がある。こうね。近く自分の家の近くにじゃ高い建物が建つ立つっていうときにさ。そのね。建築確認のじゃ取り消し訴訟を起こ,起こしてやろうっていう。 ことにになった時に特にその丸2のところでいうとさ今回、その周辺住民原告であるね周辺住民がどういった非侵害利益を主張しているかといったら今みたいにまあ建物の,その炎上倒壊によってねそういった害されるようなそういった生命・身体の利益とか財産の利益になると思うんですけどこれ、養蜂性がすごい高そうじゃないですか。 で、そういう、まあ、仮にじゃ、高さが20メートル規制されているところ、をそれ違反して、ね、処分の根拠に違反したら、どんな利益が。どういう対応で害されるのかとか、見ていかないといけないんだけど、そんな住宅密集地で、じゃ、二十メートル超えるような建物が建てた。あの、建てられてね、で、炎上倒壊したら、これかなり深刻な生命身体に対する。あるいは財産に対する不科学的な、まあ、非常に深刻な対応での、その、ね、利益が害されるんじゃないか、形で多分評価ができると思うんですよね。でしたら、あとはね、これ受験生が自分で評価しない、あの、その後、さらに評価しないといけないんだけど。その要望性が、最終的に、結論として、この。 の人に原告撤回を認めるだけの要保護性があるのかどうかってことをこう見ていかないといけないんですよ、でもし仮に、これはもうせめて、ね、本案で勝てるかどうかは別として、取り消し訴訟の入り口ぐら開い,てやりたいな開いてやってもいいかなと思ったときに、ね、裁判所の決めぜりふなんですけど、そういうときは、ね、その原告さんが主張しているような非侵害利益は一般公益に吸収・解消されるにとどまらず、ね、個々人の個別的利益として保護する趣旨を含んでいるんだと、処分の根拠法令がね。 ってことでそういうことで決めゼリフを言ってくるわけなんだよねなのでそこのところにちゃんとこう立論そういった理論ができるかどうかってところが非常に大事になってきますそして行政法で超高得点を狙う人は、ね、まださら,さらに先があります今のところまでできれば多分合格ができると思うんですよ。 ただ、行政法得点源にしてね多少他の科目でちょっと失敗しちゃってもさ行政法でちょっと点数あの少し稼いでおきたいっていう人は判例はね実際、このまだ先があります、あのどのとそういったあの処分の根拠法令の類型の中ねそういったその問題となる処分の根拠法令が問題となるような事案類型の中どういった範囲の人に現行適果が認められるのかってことでちゃんと基案を立てるんですよ。 でそこまで立てられたらあのかなり高得点が狙えると思いますね。でその規範を立てた後にに、ね、どういった範囲でそのどういった範囲の人に原稿不定義が認められるのかってところで規範を立てた後にに具体的に当て目するわけじゃあこの A さんがどうなるかとか B さんがどうなるかとかさ、まあ、山田なんとかさんがどうなるかとか斎藤さんがどうなるかってことで当て目するともうきれいな三段論法ができるってことになってくるんですよね。 ええと、話したの9ページ見ていただけますかね。そのどの範囲のものに現行不適格が認められるのかっていうことをね。あのちゃんとこう分析して規範として出すとね。すごくいい点数もらえるんだけど、それが9ページの1個目のブロックになります。これ読んでいきましょうか？これ今私が喋ったような。 感じのことなんですけど、えっと、9ページ、ですね最高裁は行政法9条2項から直接原告一人一人の原告不定額を判断するのではなくてまず同行の判断枠組みを提示しさらに、同行の判断枠組みに即して当該事案において、ね、原告さんが主張する利益につきどの範囲のものに原告不定額が認められるかについてより具体的な判断枠組みを示しています、まあ、ちょっとあえてなんか大ざっぱに言うんだったら行政法の9条2項がある意味第一次的な規範みたいな感じなんですよ。 でその9条2項の考慮素枠組みにあの、えー、即して、ね、でもうちょっと事案を少し抽象的にさらに分析を続けてでどの範囲の人に、ね、こういった処分の根拠法令が問題となるような事案累計の中どういった範囲の人に原告不適格が認められるかっていうことこを明らかにしていますで、それが1時規範と比べるとちょっと具体的になっているので、まあ、ある意味、第二次的な規範なんです。よねでその後に当てはめをしますこれが一番 その点数を獲得ね、するために、あの、必要な論述の、あの、要は論法になってくるんですよね。で、ちなみに、この今のブロックの二段落目なんですけど、これ、小田急事件はこういう二次規判を立ててますね。一例を挙げておくとってことで、まあ、小田急事件のね、最高裁大法廷判決は、行政九9条1項2項を第一的な規範として、で、その2項が要求する、わからさっきの考慮をさね、処分の根拠法れの文言だけじゃ、趣旨目的とさ、処分において考慮されるべき利益の内容性質って話したじゃないですか。まあ、あれに即して考慮した上で、都市計画事業のね、事業、あ、これも二次批判です。 これだから当てはめじゃないんですよねこの後じゃあ具体的に山田さんがどうなのか,とかさ斉藤さんがどうなのかってあのやるんだけどその,前提,のある前提となる規範なんですよ。ということで都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が、ね、施行されることにより騒音振動等による健康または生活環境にかかる著しい被害ちょっとね被害が及ぶぐらいで原告抵抗を認めちゃうと。まあ ちょっとね、あまりにも原告定額の範囲が、認められる人の範囲が広がりすぎちゃうからね、まあ、真に救済が必要な人がね、裁判所の救済、求められなくなっちゃう可能性があるから、まあ、結構こういう著しい被害とかね、直接的な被害とかって形で、よく判例、二次規判立てるときに絞り込みかけるんですよ。まあ、そこで、この著しい被害直接的にまあ受ける恐れがあるものはね、当該事業の許可の取り消しを求めにつき法律の利益を有するのとして、まあ、その原告定額があるんですよみたいなね、そういった枠組みを立てます。で、この下の平成28年の司法試験の取材のシーンなんだけど、これが参考になりますね。要は 9条2項から直で値え目していいわけではないんですよ、えー、これねちょっと線引いてるだけで読んでいくと えー、平成28年の取材のの抜粋です、司法試験のね。行政事件訴訟法9条2項と最高裁判例を踏まえて判断枠組みを提示しろと。だから9条2項がもうそのまま最終的な判断枠組みになるわけじゃないんですよね。そのさっきの9条2項の仕組みをよく理解して、その原告等がいい処分の根拠法令の事案類型でね、どういった範囲の人に原告撤回が認められるのかってことで、その上のほら、小田急事件みたいな感じ。ああいう形でちゃんと二次期案を立ててあげるということね。えー その4ゲームのところがそうかな、えー、とどの範囲のものが原告計画を有するのかってあるでしょこれがまさにその小田急とかその最高裁判例がやってる二次規範の部分なんですよ、まあ、二次規範という言葉は最高裁は使いませんけどね、ね、まあ、今あ、あえてあの受験生に分かりやすいようにちょっとあの言葉遣いしてますけど、もね、まあ、そんな感じでこれができるかどうかってことになってきます。で今回はその既存業業者の営業の営利益をね、えーまあ 非侵害歴としたときにじゃあどの範囲の人に原告付転が認められるのかってことをこう見ていかなければいけないんですけど、でその時のねあの、えー、と判例参考になる判例が10ページ私のレジュメの10ページのところになりますんで、で結構ま最高裁っていうのはあの判事が雑なときがあります。まあ、結局単に上告理由にあの答えるのが仕事なんでね、まあ、その必要以上のことは。 しないんですよね、まあ、そういうことで、えー、とこれまあ一応最高裁の判,判決文ではあるんですけどねちょっとこう分かりづらいところは受験生が自分なりに理解をしてで自分なりに規範定率に役に立てていかないといけないんですけどもちょっと見ていきましょうか、えー、とこちらね、えー、と 10, 10ページのところです。でえー、まあ結論っていうところ の下のところを見てください。えーまあ、福井県の、ね、小浜市の市長が廃棄物処理法に基づき A と B に、ね、一般廃棄物収集運搬業の許可更新処分とをしたところ、えー、既存業者である X さんが各処分の取り消しを求めて訴えを提起したとで3行目えー、本件は処分の7点以外の第三者の現行計画の有無が争点となる事案において、既存業者の営業上の利益が原告計画を置き続ける法律上保護された利益と言えるかというのがあの問題になりました。だから、今回のまあ予備試験のあの事案と似てるんですよね。で、2段落目のところですけども。最高裁は？ え、行政法9条1項2項のね、二項、そして小田急事件大法廷判決の判断枠組みに即して、一般廃棄物処理業に関する受給状況の調整にかかる規制の仕組み及び内容、その規制にかかるね、廃棄物処理法の、こ、えー、のね、受給状況の調整にかかる規制の、あ、この後か、えっ、ー、と、 最高裁ではのく4行目からいきましょうか太字のとこ,ろ、えー、なところですけども廃棄物処理法ってちょっと太字のところがありますよねこ,こからいきます廃棄物処理法は市町村長から一定の区域につき一般廃棄物処理業の許可そしてその更新を受けて市町村に代わってこれを行う許可業者についてで線に至るところです当該区域における需給の均衡が損なわれその事業の適正な運営が害されることにより、ね、市町村の区域の衛生環境を悪化する事態を将来しひいては一定の範囲で市町村の住民の健康生活 環境、ねえー、に被害が影響を及ぶ危険が発生することを防止するためにでこの後、ね、ちょっとここあと太字にしておけばよかったと思ったんだけど太字になってなくてすみません、需給,給状況の調整っていうところ、ね、こ,こ,がここもちょっと太地いろんなところな出てくれればと思うんですけど需、えー、給,給状況の調整のための規制を設けていると。 言うべきだとで同法は他のものから一般廃棄物処理業の許可及びその更新の申請に対してあでちなみに、ね、あの9条2項の枠組みが頭の中でちゃんとあの染みついてない人は、ね、これ読んでも多分法的に分析できないよね。 あの9条2項の枠組みが頭の中に染み付いている人はたじゃあ処分の根拠法令の文言だけじゃなく趣旨目的っていうところに相当するのはおそらくここのところなんだろうなそして処分において考慮されるべき利益の内容性質のところを多分考慮しているのはここのところだろうなっていうのがあの読み取れるんですよねだけどその9条2項の,あの枠組みが頭の中に入ってない人はあの多分その読み取りができないんですよで、まあ、最高裁でこうやって雑なんでねこうやって見てわかる通り9条2項との関係分かりづらいじゃないですかでも受験生がそれやっちゃうと採点してる人からしたらこれ理解できてないんじゃないかってなっちゃう だから、判例は雑、その最高裁の文書って結構雑な時が多いんだけどこれをちゃんと92個の,あの枠組みにあの即した形で分析をしてで二次規範を、ね、立ててあげるっていうところが大事になっってきますちょっともう1回あの、今ちょっと太字にしてもらったと思う色塗るかなんかしてもらったと思うところ需給状況の調整のための規制を設けているっていうところからいきましょうか需、まあ、給状況の調整のための規制を設けているというべきであり同法は他のものから一般廃棄物処理業の許可 また、その更新の申請に対し、市町村長が上記のような既存の許可業者への事業の影響を考慮して、その損費を判断することを通じて、当該区域の衛生環境を保持する上で、その基礎となるものとしてね、その事業に係る営業所の利益を、個々の既存の許可業者の個別的利益。で、ほら、さっき言ったよこれ決め台詞ね。最高裁がもの結論として原告計画を認めるときはね、その決め台詞なんですよ。あの、その原告さんが主張しているような非侵害が、一般公益に吸収解消されるにとどまらずね、個々人の個別的利益で、その根拠法令が法 を含んんでるんだってことこを、ね、よ,よく言うんだけど、この個別的利益というのがもう決め台詞になります、最高裁が原告定格を認めるとも決めたときの、ね、ヘリクスみたいなものなんだけどね、ね頭の中でも結論の妥当性で裁,裁判官は決めてるんですよ、あこの事案はもう法案で勝てるかどうか,どうかはベースとして、ねまあ、原告定格を見てみて、まあ、せめて取消訴訟の入り口ぐらいを間口ぐらい開いてやってもいいかなと思ったときに、それをこうやって個別的利益として保護するんだ、原告さんが主張しているような必死ッシ利益をこの個別的利益として保護するしを含んでるんだってことでやってきます。 点には。 到達できるとは思うんだけどね、さらに点数を伸ばすと、さっきの二次規範なんですよ、でその二次規範が次の段落になります、同罪・公裁は以上のことを踏まえて、市町村長から一定の区域、これ、規範です、最終的に規範です、一定の区域につき、既に廃棄物処理法7条に基づく一般廃棄物処理業の許可、またはその更新を受けているものは、当該区域を対象として他のものに対してされた一般廃棄物処理業の許可処分、または許可更新処分について、その取り消しを求めにつき上の利益を有するものとしてね、現行計画があるんだってことで、これが二次規範なんです。 ですよね、最後の段落のところがね、でこのあと、具体的な事例に即して、まあ、当てはめをするという感じになってきます。 でこれさっき言った通おり、ね、9条2項の枠組みが頭の中でちゃんと理解できてる人じゃないと、まあ、ただこれ読んでるだけになっちゃうんだよねで当然、本番の試験でも多分あんまりいいとは書けないんですよ。あの <laughs> その仕組みが分かんない判例読んでもだってほら法的に分析できないってことだからだからちゃんとあのさっきの,ほらあの9条1項と2項の構造があ,のあったでしょさっきのブロックのところねあそここのところをちゃんと理解してで自分なりに,あのこ,こ,にこの判例読んだときに理解をしないといけないんですよね。でちなみにあの11ページのところ のメモ1個目のメモのところのこれ1段落目だけちょっとご紹介していきますね本判決において処分の根拠法令は、えー、協業者の営業の利益を直接保護するものとは言えないんですが当該区域の衛生や環境を保持するために、えー、既存許可業者の営業所の利益を保護するしのものと解釈されたということですよあの処分の根拠法令の文言とかを見ても確かに、ね、既存業者の営業の利益って読み取れないんですよね。 でも結局、既存業者が、まあ、今までからちゃんと、ね、あのしっかりと収集運搬廃棄物の収集運搬してさで地域のこう、まあ、衛生状態の維持に、まあ、役に立っているわけなんだけどそういう中、過酷競争が起こってでその既存業者が例えばと、まあ、潰れてしまうってことになってねでその後過酷競争状態ですから新しい業者が参入したとしてもねちゃんと収集運搬業務が適切にされるかどうかが、まあ、分かりませんからでそうなってくるとやっぱその地域の,やっぱその、ね、衛生状態とかっていうのがこう害されてしまう可能性がある。でその処分の根拠のいうは直接的に 衛生状態っていうのを守ってるわけなんだけども、その衛生状態を守るためには、やっぱその既存業者の営業の利益を守ってるね、そういう趣旨も含んでるっていうのを解釈されなければいけないんじゃないかっていう風に考えて、で文言から直接的には既存の業者の営業の利益っていうのは読み取れないんだけど、それをね根拠法令は保護する中含んでるんだみたいな形でヘリクスを立ててるんですよ。でこのヘリクスを立てる前提として、頭の中でも結論の妥当性を考えて結論を決めてるんですよね。ま法、あ、案で勝てるかどうかは別として、まあ取締役所の入り口ぐらい開いてあげてもいいかなっていうことで、もう結論を決めた時の こんな感じねだっ,てだって結論決めないからこういう理論構成できないからねだってかなり無理な理論構成してるでしょ条文の文言から直接的には既存業者の営業の利益っていうのは読め,読めませんから廃棄物処理法はねやっぱあくまでもその近隣のやっぱこう衛生状態の確保なんですよ 住民の,そのね健康とかそういったことを守るということは直接的には読み取れるんですけどその運搬業務の,ねその廃棄物業者の既存の営業の業者のね利益っていうのは直接読み取れませんからだからこういう立論するということは裁判官がもう頭の中で結論を決めているんです入り口を開いてやろうと本案で勝てるかどうかは別としてねまあせめて取り消し訴訟で争う機会を与えてあげたほうがいいんじゃないかと思ってでその結論を決めているからなし得る理論構成なんですよね。 だから法の法あの規範というのは結局、ね、すべての科目がそうなんだけど数学の公式とは違うんですよね、それが最初からそういった規範が存在するというんじゃなくてやっぱその具体的な事案というのがまずあって、ね、でそれでその事案の妥当な結論というのはどこなのかそこを決めた上でこで出てくる規範だとそ,そこで出てくる理論構成が規範というものなんですよね、これはあの行政法に限らずすべての科目にあのこうあの妥当するあの考え方になりますねだからこれ分かるでしょう、この理論構成って絶対できないじゃないですか結論を決めてからじゃないとねそういういことなんですね。 私の、えー、と補足がありましてレックの回答例の補足がありまして、えー、とそれが、ねえー、と何ページちょっと先になりますけどね20ページぐらいですかねあ20ページじゃない18ページです。 ここにちょっとまとめておきましたので、ここ見ていきましょう。で、あの、私の講師レジュメの10 18ページに、ちょっとレックの回答例の補足を書いておきました。で、ちょっと読みますね。私の講師レジュメの10 18ページ、縦3カッコ1の、えー、下のブロックのところですけども、レックの回答例は第1カッコ、第1、2の部分がね、これ今読まなくていいです。後で、もし気になった方、読んでもらえると思うんだけど、レックのスタッフさんが作った回答例はですね、その第1、2の部分が、行走法9条2項の考領層を示す条文上の文言との関係で、 ちょっと分かりにくいんですよね。えー、そこであ、ただなんか,なんか文章がずら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 書いてる感じで、法的になんか意味が理解できないんですよ。ただずら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 なんか、うん、書いちゃってる感じになっちゃっててね。でそこで、えー、とレックの回答例に以下のような視点を加えて論じるといいと思います。で、その今の私のレジュメの二段落目のところですけども、えー、C の原告的確を基づける非侵害利益が、まず既存業者の営業上の利益であるということを指摘した後にね、ねここはあの指摘はそんなに難しくないと思います。あの問題文、本文の方う読んでいけばね。まあ、既存業者のあ 営業上の利益。 であるということを指摘した後に、えー、本件許可まあ、過去処分ねまあ、本件許可と処分同じで思ってくださいまあ、本件許可の根拠法令が許可制と許可要件を定める法7条1項と5項時間のない中さ条文全部多分あの指摘できないと思うんでもう本当に最低限指摘しようと思ったらその許可要件を定めている条文になりますから許可要件を定めている条文がその対立履歴を適切に調整することをね処分庁に要求してるんですよ許可をする際にね、えー、その 対立利益を適切に調整して許可をするってことをこ義務付けてるわけなんです。立法者がね。行政庁に対してね。で、それで法律による行政を実現させようとしてるんで、本当に時間がない中ねえ。もうピンポイントで指摘しないってなったら、もう許可要件を定めている条文が一番大事になります。初学者の方っていうのはそういう理解ができてないからね。どういう条文を指摘したかというと、まあまず目的規定だよね。いや目的でも大事です。もちろんですが、それ以上に大事なのは具体的な許可要件を定,め定めている条文なんですよ。そこがその対立利益を適切に調整して許可をするかしないかを決。 結局、立法者が行政庁に義務づけてる部分のところになるんで時間がないならじゃあ,あえて1つだけ条文を上げようってなったらやっぱその許可要件を定めている条文だってことなんですよね。もちろん全部の条文が関係するんでねちゃんとあの説明すれば全部書いてもいいんですけど時間ないはずだからそんな時間はねだから短い中でもうなるべく多くの点数を取ろうと思ったら許可要件を具体的に定めている条文が一番大,大事な条文になります。でそういういことでで、えー、今のの、ね、段だけ目の2行目行すけど え、本件許可のね、根拠法令が許可制と許可要件を定める法7条1項と5項であることを指摘した上で、で、さっきご紹介したほら、最高裁のね、あの26年の判決だったんだけどね、さっきご紹介した最高裁判例ね。ま、26年判決の理解を踏まえて、処分の根拠法令は、で、まずね、いきなり営業上の利益は読め、読み取れないです、やっぱり。あの、根拠法令の文言上。ちょっと読み取れないので,で、そこでさっきの26年判決をちょっと参考にしてさ、で、このちょっと太字にしてあります。え、衛生状態が悪化し、住民の健康と生活環境に被害が生ずることを防止 するため、一般廃棄物のこれ収集だねちょっと後でね字を誤植があってすいません。えっ、ー、と収集運搬業務の、えー、収集運搬事業の既存業者の受給の調整をするための規制をねする。でここちょっとねあのちょっとしたったらずになっちゃってるんでねもしこの趣旨目的を含むの前にえっ、ー、とねそういったことを通じて既存業者の営業上の利益を保護するっていうのを入れるともっと分かりやすいと思いますね。これちょっと昨日作ったんだけどねこれ読み直したらねあれちょっとなんか意味通じてないなと思ってねで。 この趣旨目的を含むってちょっと太字にしているところあるじゃないですか、2段落目の,あの最後の行のところでね、ね最後の行って下,か下から2行目ぐらいかな、2段落目のねでこのねこ趣旨目的を含むっていうところの手前に、ということを通じて既存業者の営業所の利益を保護する趣旨を含むってことでやると、はい、で皆さんに問題です、これ9条2項の枠組みとの関係でいうと、これ今、何ができたことになるんですかっていうと あの丸一のところができたことになるんですよ。原告さんが主張するような非侵害利益をね。まず、あの処分の根拠法令から一応読み取ることができるのか。根拠法令が一応こう保護するし、含んでるってことを読み取,ると読み取れるというなかったことで。丸一のところにこれ対応してます。で、一応、あ、ちょっとね、もう聞き流してくれればいいんだけど。あの、一個目の丸一のところでさ、処分の根拠法令の文言だけじゃなく、その趣旨目的ってところをね。考慮していかないといけないんだけど。それと目的を関係にする関係法令があるときは。その関係法令の趣旨目的も三尺してですね。その根拠法令の趣旨目的を広げ。 あげて原告的格が認められる方向でこう考えてあげなければいけないんですけども。今回はですね。あの処分の根拠法令しかあの出てきてないので、その大元のね。その廃棄物処理法とあとその委任を受けてさまあ。実績に許可要件みたいなものをあの定めてるんで、その規則の方がねもう載ってるんだけど、これも多分いずれも根拠法令になってくると思うんですよね。そういう意味では今回はその目的を共通にする関係法令がありませんので、そこはあの触れる必要はありません。これ、年によってでも触れないといけない時がありますからね。あの問題文の資料にまあ、具体的な条文。あのいろんな法令がくっついてる。 場合によったら根拠法令以外の法令がついているときがありますからそれが、処分の根拠法令と目的に共通にする関係法令だったらやっぱその趣旨、目的を散尺して大元の根拠法令の趣旨、目的をこう広げてあげて、ね、で原告定義が認められる方向でまず解釈をしていかなければいけません、でもちろんそこで結論は決まりませんよ、丸2の検討が大事になってくるからね処分において考慮されるべき利益の内容、性質そこのもう具体的な検討でそこで勝負が決まりますから。 その違法性が高い権利がすごく深刻な対応で侵害されるっていうことになるとねそれはまあ法案で勝てるかどうかは別として、せめて取り消し訴訟の入り口ぐらい開いてあげてもいいんじゃないかという価値判断を形成できると思うんですけどそこが一番大事になってきます、だから、丸一のところももちろん検討は必須なんですけどそこだけで絶対に勝負を決めてはいけないって話なんだよね9条二項がそういう仕組みになってるから。 1> 丸1と丸2を両方考慮して結論を出すことを、ね、立法者が裁判所に、あの司法機関に義務付けてるんでね、ね必ずその司法方法をあのしていかなければいけませんね。というわけで、この今の段落は丸1のところに対応していますであの、関係法令は書かなくていいです、今回は、ね、関係法令があ,のありませんので、でそこで今度、この後です、その上でということで,で、ここが今、丸2のところなんですよ、し非侵害利益の擁護性が、ね、高いんだということをこう,うまく、えー、いきます。 あその前にこここもちょっとあいい、ね、読んでこうその上で、えー、と衛生状態が悪化し住民の健康と生活環境に被害が生じることを防止するため、えー、一般廃棄物の,、ね、でこの収集運搬事業の、ね、既存業者の需給状況の調整をすることがほらでこれ重要ってことは、ね、ここで擁護性を高めてくださいこれ自分の言葉で、ね、何でもいいんです擁護性を高めてくださいでここで決まるから価値判断が法、まあ、案で勝てるかどうかは別として、まあ、取り消し訴訟のせめて入り口ぐらい開いてあげてもいいんじゃないかって思うかどうかなんだよね。 で思うよあの決め台詞ふがさそういった、ね、原告さんが主張しているような非侵害益が一般公益に吸収・解消されるにとどまらず要は個々人の個別的利益として、ね、保護する主張を含んでいるんだということであの決め台詞でいくわけなんですよね。 でその後、ね、一応、そこで多分合格点には到達できる可能性がありますけれども、さらに点数を獲得したかったらあの二次批案を立ててあげると、どういった範囲の人に、ね、こういった根拠法令が問題となるような事案累計のときに、どういった範囲の人に原告不正解が認められるのかということで、ちゃんと規範を立ててあげます、でそれが一応、このまたっていうところですね、でこれ読むのは割愛しますけど、も、あのさっきの平成25年判決をあの参考にしています、ここのところね、二次批案 立てるところはねでその後は具体的な当たり前を、ね、じゃあ、具体的に登場人物がこれに当たるのかどうかってことをまあ検討していくという感じになってきますね。というわけで、どうですか、結構ね、原告提かもだから、奥が深いんですよ。 あの要はちゃんといい点数取ると思ったらですけどね、まあ、そんなに対して点数を取らなくていいですよってなったらさ、まあ、別に二次桁まで立てなくていいと思います。あのレックの回答例、レックのスタッフさんが作った回答例は二次桁まで立ててませんね。ただちょっとまずいと思うのがね、あのその手前のところも、あのちょっと9条2項の枠組みとの関係で何言ってるのかがちょっと分かりづらいところがありますので、えー、まあこの今の私のレジュメの18ページのところをちょっとあの参考にね、でまあ、ちゃんと9条2項に即した立論をしてもらえると、いい点数がつくんじゃないかというふうに思いますね。 プロあの終わりになりますんで、最後にね。あの刑事訴訟法は大した問題じゃないんで、これにちょっと2分ぐらいでポイントになるところ。ここだけちょっと見といてもらえればいいかなっていうところで、えっ、ー、とで公示レジュメでいきます。22ページにね。刑事訴訟法の。 問題文をつけてありますで、まあ、さっき言った通り冒頭言った通りあんまり難しい問題出ないんですよね予備試験の論文試験の刑事訴訟法の科目ではね例年まあ比較的なんか素直な問題が出ることが多いと思いますのでちゃんと真面目に勉強していれば結構いい点数取るあの取ることができる科目なんだと思います。でえー、と今回この と23ページのところでね、ね公私レジュメのの23ページで、まず、設問1のところですけど、今回、ですね河川、えー、部丸一につき、仮に検察官が本件住居侵入、強盗致傷の事件、事実に、本件暴行の事実を深くして、公の交流を請求した場合、裁判官は公を本件住居侵入、強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で交流することができるかについて論じなさいということになっているんだけど、これはあの事件単位の原則の理解があの聞かれていますねで、私のレジュメにあのまあ最低限の基本知識あのつけてありますのでね、まあ、あのそこのところあの 参考にしてもらえればと思いますが、まお、あ、そらくね。あのまあ、そんなに難しい問題じゃないので、私のレジュメを参考にしなくてもね。多分、皆さん自分であのなんか自分のまあ、何か教材をお持ちだと思いますので、まあ、そちらの方であの十分対応可能な問題だと思います。で、設問2の方がね。あの最高流の制限ですね。まあ、これ、今回再交流事案なんですけど、まあ裁判官がね。あのまあ、2度目の交流請求を受けてさで、その交流サイドの交流をしちゃっていいのか？ってことで再交流の。 敵意のところを聞いてますけど、これに関しては私のあのレジュメにあの後でね。その加給士の裁判例で結構有名なやつがあるんですけども、もま最、あ、高流のあのまあ、こういう時にまああの認められるんだっていうことをね。明らかにした規範がありますので、あのそれを一応つけてありますね。まあ、これも私のレジュメがなくても、あの受験生、多分事前に準備していかな。本来、あのいなければいけないのところだと思いますので、まあ、とにかくあの係争は比較的対策がしやすいと素直な問題が多いんですよ。だからケーは頑張れば頑張るだけ。あの点数稼げると思いますので、まあ、是非ね。あの得点源にして。 いただければという,うに思いますね。じゃ、ちょっと時間があの過ぎてしまいましたので。まあ、今回ね。ちょっと短い時間なんで、あの全ての論点をね。あの均等にお話することはできなかったんですけども。まあ一応なんかね。1個でもなんか今回のこの話で吸収できたところがあればま良、あ、かったんじゃないかと思いますのでね。ちょっとこの今回、今日話し聞けなかったら、ちょっとなかなか習得するのが難しかったかなかっていうところ、難しかったかなっていうところがあればま良かったと思います。じゃ、今後ね。皆さん、是非あの来年の試験に向けて頑張っていてください。どうもお疲れ様でした。